またお会いしましょう。はい、おはようございます。お世話になりました。ありがとうございました。助かりました。また寄ってください。はい、これはロードスターですね。ロードスター1700のロードスター。1700ね。はいはい。ドラッグスター400。はい、またよろしくです。ありがとうございました。またお会いしましょう。よろしく。戻るわけか。そうそう、だからね、次の信号はここがあるから右に行くんですよ。次の信号に行く。言うたら高架の下の信号を右、そう、右行ってもらったら、あの南半田道って書いてますから、その信号を右。あ、また右。はい、だからそのまま真っすぐ行ったら、あの近畿道乗っちゃうんで。あ、うん、だからその南半田道って書いて分かりますよ、もう。そのまま高架ぐっと上がって下ってもらったら、しばらく信号4つ目ぐらいに南半田道って書いてますよ。それを右に行ってもらって、高速乗らへんからそのまま速度ずっと行ってください。奈良まで自然と行けますから。奈良まで行った、うん、気づけて行ってね。はい、ありがとうございます。土産は笑顔のスマイルで。ぼちぼちってきます。ぼちぼち。来週の火水はお休みなんで。ああ、はいはいはい、はい、お願いします。休な、休な、大丈夫。一回休暇、うん、そんだけ回しようか。大丈夫やろ。うん、大丈夫やろ、もう、うん、大丈夫であります。ジャフで頼むか。うん、だからあんだけセル回ったら、でしょうね。焦るから余計エンジンかかりにくいと思う。逆にあのエンジンが温まりすぎてもです、ね、オーバーヒート気味でエンジンかかりにくいから。特に動いてないから、うん、ガソリンがバーコレーション起こして蒸発しちゃうんですよ、ね。準備ができたらエンジンかけます。はい、多いですね、交通量。この間だからね、朝晩、昼間少ないですし、夜はもう少なくなっちゃうんですよ。これがね、国道350と9に挟まれてるから、抜け道で使いしたのが多いんですよ。向こうが混んじゃうんでね。かっこいいっすよ。高速乗らないで、だから右に曲がって高速の入り口がありますけども、それ乗らんかっても速度ずっといったら7まで。